どうも不滅なるデブモーターズ内原です。続いて登場いただきました D1 選手の藤野選手です。はい、藤野です。はい、よろしくお願いします。いや、藤野さん、ここに車両が置いてあるってことは、はい、これもちろんあれですよね、はい、競技参戦車両ということになるんでしょうかね。と思いきや違う、思いきや実は本番車ではなくて、はい、イベントとかでドリフトをこうショーとして見せるための車なんです。今回はこれを持ってきました。そういうことなんですね、はい、ぶっちゃけどうなんですか、その D1 に出るような競技車両を100 の、はい、チューニングを施した車両とすれば、こちらの車両はいくつぐらいの、D1 車両と比べるともう100だとしたら、まあ、これ30とか20とか、そんなもんですか、レベルだと思います。でも先ほどの収録ではめちゃくちゃドリフトしてるとこも、そうですね、はい、まあ、でもこの車でも普通この FT86 っていう車はターボチャージャーがついてないので、そのターボチャージャーついてないエンジンにターボをつけたりとかして、まあ一応500馬力ぐらいは出てます。500馬力もこれで500で出てます。なるほど、それでも30、20ってことは、本番の車両っていうのはもう化け物ってことですか。化け物ですね、はい、なるほどですね。いや、すごいですね、はい。まあ、とはいえ、まあ、32時といえども一般のお客さんがですね、はい、まあ、藤野選手が運営されてますショップさん、ミステリアさんに、はい、方で、オーダーをすることで、はい、まあ、受けれるぐらいの規模感といいますか、これだったら、はい、まあ、車検が通る範囲で作れるようにはできます、はい、現状この車だと車検は通らないんですけど、はい、まあ、現状お客さんが、まあ、オーダーいただければ、はい、まあ、その辺はターボをつけたりとかスーパーチャージャーをつけたりとかをして、はい、まあ、300馬力とか400馬力近くまでだったらもう、はい、すぐにでも。なるほどなるほど、はい、分かりました。それであればですね、はい、まあ、このドリフトをするにあたって必要なこうパーツであったりとかチューニングってあると思いますので、はい、まあ、それをちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、はい、まずドリフトにやっぱ必要なのは、はい、まあ、もちろんエンジンの先ほど言ったエンジンパワーも必要なんですけど、はい、それにまずやっぱドリフトっていうと角度をつけて走るので、はい、切れ角が大事です。そうですね、いや普通の車よりグワッと、はい、ぐわっと曲がってますね、はい、ノーマルだと多分このくらいしか切れてないんです。はい、確かにそうですよね。それがもうこんだけ切れるので、で、まあ、はい、スピンをせずに、はい、横をいい角度で全開で曲がれるみたいな。なるほど、はい、この切れ角を稼ぐためにはどういう施工をされるんでしょうかね。この86に関しては海外用の、はい、ワイズファブっていう、はい、アーム類が全部変わっていて、はあはあ、本当ドリフト専用のアームが入ってます。そうなんですね、はい、そのアームを交換することによってここまでの切れ感を稼ぐことができると、はい、そうですね。で、まあ、次に大事なのは、はい、やっぱりタイヤです。タイヤですよね。タイヤです、はいはい、東洋タイヤさんの、はい、まあ、自分が今履いてるのは東洋タイヤさんのプロクセス R1R っていうタイヤなんですけど、うん、はい、本番用であると、はい、本番用 の、 その D1 グランプリの時はプロクセス R888RD っていうのがあるんですよ、はい、それはもうちょっとハイグリップなんですけど、はいはい、まあ、タイヤは何しろ重要です。重要ですよね、はいはい、結構溝の数が、まあ、ハイグリップ系にしてはあるのかなというふうに、はいはい、これはもう基本一般的に売られてるタイヤなので、はいはい、なるほど、一般行動も大丈夫と、はい、可能です、はい、ということですね、はい、はい、ありがとうございます。そんなものですかね。 あとはもう、まあ、それはドリフトだけじゃなく、はい、まあ、LSD だったりとか、はい、まあ、そういうものも全部入ってます。あ、なるほどなるほど、はい、その駆動系に関わるところですね、はい、やっぱりあれですか、切れ角を確保する、そしてお湯の出幅を稼ぐためにやっぱりこの、フェンダーは稼ぐ、フェンダーはそうですね、フェンダーも大事ですっていうのは、はい、やっぱり、まあ、格好がかっこいいっていうのもあるんですけど、まずワイドにしないと、はい、ハンドルをいっぱい切った時に、はい、フレームとかに全部接触してしまって、あ、そうですよね、はいはい、それをやっぱワイドにすることによって、はい、当たらなくいっぱい切れるようにするっていう。なるほどなるほど、はい、
そうなってくるとこの足回りのカスタムにおいてはもう、オーバーフェンダーというのはもう必需品であると。必需品です、はい、なるほどですね。そうですね、はい、まあ、見た目も良くなりますしね。見た目もかっこよくなるので、うん、はい、ものすごい迫力があると思います。はい、はい、では続いてリアに参りました。はい、大きなウイングがあるということなの で、 そうです、ね、あれですよね、トランクのこうフード外すって言いますか、はい、開けるのがちょっと一苦労なんですね。そうですね、これちょっとあるとちょっと不便は不便です。なるほど、なるほど、はい、ちょっと開けてみてもらってもよろしいでしょうか。はい、はい、お、なるほど、なるほど、そうです。普通はね、車内から開けるんですけど、この車はもうガチッと、はい、はいですね、なるほどですね、トランクのフードが来ましたら、はい、なんと、後部座席まで貫通している状態ですね。はい、藤野選手、一点気になるのはですね、はい、左後ろの座席の、ところにある、はい、タンクのようなもの、あれは一体何なんでしょうか。あれはですね、はい、まあ、コレクタータンクといって、はい、まあ、普通言ったら燃料タンクの中に燃料ポンプがあるんですが、はいはいはい、この車に関しては燃料のポンプを、はい、燃料タンクに一つ入って、はい、さらにもう一つあそこにポンプが入っています。なるほど、なるほど。で、燃料が少なくなってきたときに、はい、燃料が常にそのコレクタータンクの中に溜まっているので、はい、タンクの中で燃料が万が一なくなったとしても空水っていうか、はい、燃料をきっちり吸ってくれるっていうシステムです。あ、なるほどですね。はい、だから車がこう偏ってドリフト中結構偏るので、そうですね、右へ左へと、はい、その時にこう、はい、空水してしまうと、はい、やっぱエンジン壊れたりとかするので、はあはあ、それを防ぐために別でまた燃料タンク的なものとしてついてます。なるほど、ちゃんと、はい、車の G に、ね、影響されないようにガソリンを供給するものであると。そうですね、なるほど、はい、これもまあドリフトならではの、ドリフトならではだと思います。あった方が絶対やっぱりいいですね。うん、あ、そうですよね、はい、ちなみにもう一点お聞きしたいですか、はい、こちらのタンクは、このポリタンクは、これはですね、はい、もうホームセンターで売ってるポリタンク10リッターなんですけど、はい、まあ、ある意味ドリフトならではかもしれないです、はいはい、なんですけど、ドリフトってスピードが意外と出てないんですよ、はい、駐車場とかでこうぐる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 回ったりするので、はい、ここに水をいっぱい溜めて、はい、で、ラジエーターの前に、はい、水を噴射させるためにこう水を積んでます。なるほど、エンジンが熱くならないように、そうですね、ラジエーターの前に水を噴いて、はい、でそれでラジエーターの温度を下げるっていう、水の温度を下げる、なるほど、はい、そういうことですね。スピードが出ないから風が入ってこない、はい、その分水の力でもっともっと冷やそう、はい、そういうことですね。なるほどですね、はい、いや、すごいですね、ぐる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 、後輪を回してるってことがあれば、もうそんだけエンジンに負担がかかってると、はい、そうなんです。スピードに対して回転数だけは何しろ回ってるので、うん、はい、なるほど、なるほど、はい、じゃあこれもドリフトならではの、ならではといえばそうだと思います、はい、そうですね、はい、もう知恵みたいなもんですよ、ここまで来るとホームセンターに売ってるんで、はい、ホームセンター仕様ミステリアさんで施工できます。藤野選手、ここまでありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、こちらの1台ですね、はい、あくまでもデモンストレーション用の車両ということで、本番に比べると2割3割ぐらいの、まあ、スペックと伺いましたが、ね、はい、全然そんなことないです。めちゃくちゃ普通の車からしてみるとザ・ドリフトのためのスパルタンなマシンだと思います。はい、そうですね、はい、はい、そんな藤野選手でございますが、はい、今後 の、 競技のご予定とかありましたらばどうぞインフォメーションいただけますと。そうですね、はい、まあ、D1 グランプリをもう応援してもらいたいなと、はい、いうことでよろしくお願いします。はい、ぜひ気になった方はですね、はい、ホームページ等で情報の方をキャッチしていただければと思います。はい、はい、藤野選手、ここまでありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあ、遊戯阪神ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。